土浦駅、警笛がうるささくありませんんんんかはは。い、皆さんこんばんは鉄道総合館です。本日は今ツイッター上で話題になっているこの土浦駅の話についてお伝えしたいと思います。これ何かと言いますとなんか1500枚広告配りましたみたいな感じで、えー、ツイッター上ですごい上がってるんですけれども、まあ、それで結構炎上してるようです。 なんだよっていう話なんですけれども、えー、ちょっと読んでいきますね土浦駅周辺の皆さん最近電車の警笛が気になっている方はいませんか え早朝5時20分頃から深夜11時頃まで朝と夕方を中心に電車の警笛が鳴り響いています。土浦駅で車両を連結するときに、えー、作業時の合図として3回警笛を鳴らしているためです。今年3月12日のダイヤ改正の時から作業時に警笛を鳴らすようになりました。それ以前は警笛は使用していませんでした。 首都圏で連結作業をしている JR の駅には、籠原駅、高崎線の埼玉県があります。籠原駅では連結時に警笛を現在も一切使用しておりません。籠原駅の駅員さんは、警笛を使用しない理由として、近所迷惑でしょうとおっしゃっていました、当然です。土浦駅の職員は、苦情は特に寄せられていないのではないか。 警的使用はコンプライアンスなので鳴らさない方法もありますが現在改善中ですなどと話していましたと JR への3つの質問ということで、えー、なぜ連結作業時に警的を使用するようになったのでしょうか、えー、2つ目土浦駅周辺住民などへの影響は考慮されたのでしょうかで3つ目警的使用を中止することはでき,たできないのでしょうか え当面ごとを小さく回数を減らすことはできないでしょうか。皆さんへのお願い、JR 東日本に苦情へということで、受付窓口、え土浦市や自治会に対応を要請しましょう。SNS にご意見を寄せくださいと。まあ、なんかこんな広告がですね、上がっていて、まあ、これに対する反対意見の方が圧倒的にツイッター上だと多いんですね。実際どうななんんですかねなんかね 電車の音が嫌なのに土浦駅周辺に住んでる方っているのでしょうかっていうところですよね。まあ、ある程度踏切の音とか列車の騒音とかそういったのを考慮した上で駅が近い方がいいという形で住んでるのではないかなと思うんですよね。 実際、警笛がどんな感じか、連結時の映像がありますので、どうぞご覧ください。では、どうぞ。 Your attention, please. A train will soon arrive on the train. For your safety, please stand behind the yellow line. はい、ということで今連結時の警笛を実際に聞いてみました、えー、土浦駅っていうのはですね歴史はかなり古くまあなんかここ最近新しく駅ができましたその駅で警笛を鳴らしてますというレベルではないんですね駅自体が昔からありますしむしろですね土浦駅周辺の住宅っていうのは 土浦駅が開業してしばらく経ってからできてますのでむしろ土浦駅って1895年明治28年11月4日から歴史があります土浦駅が開業してしばらくして、えー、周辺が、えー、住宅でどん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 出来上がっていくっていうような流れになりますのでうんもう何を今更っていう感じだと思うんですけれども 皆さんはどううお考えでしょうか。連結時の警笛っていうのは、まあ、作業に必要な警笛だと思いますので、まあ、鉄道ファンの私からすると別にいいじゃないかとむしろきちんとね安全のためにならしてるのであればある程度は見逃すべきではないかなと思っております、えー、なぜ車両連結作業時に警笛を使用するようになったんでしょうか まあこれは安全のためというか確認のためですよね周辺住民への影響は考慮されたのでしょうかまあ考慮した上で鳴らしましょうっていうことになったんだと思いますよで、えー、警的使用を中止することはできないんでしょうかうーん別にそのままでいいと思いますけどね個人的には音を小さくっていうのも警的鳴らしたことが ある人からすすれば結構難しいいと思いますねちょっと押してもフワッて結構フワッってなりますのでそのレベルを小さくするっていうのはかなりきついんじゃないかなと思いますでしかも皆さんご存知の通り日中は土浦駅で系統分離してますので連結作業っていうのを行っていないんですよねほとんどね あまあ、ちょっと特別快速とかは別ですけれども基本的には重量編成が品川土浦駅間降伏していくダイヤになってますので、まあ、連結するのは朝夕だけですよねとは別にそんなに気にすることはないんじゃないかなと思いますはいということで本日は土浦駅の警笛についての